皆様明けましておめでとうございます。どうもチューバ奏者の本橋隼人です。さあ2021年が始まりました。僕もね、低音ブレイクカフェやシュピールスナイガー相談などいろいろな企画を進めている中、まあ、情勢はねまだまだ大変な状況が続くとは思いますが、チューバを演奏すること、そして今日のね状況でも前向きに捉えて音楽をお届けしていくことを心に刻んで、本年もチューバの魅力、共演者の魅力を皆様にお伝えできればと思っております。まずは1月14日の低音ブレイクカフェボリューム25に向かって頑張ります。2021年が皆様にとって良い1年となりますように、今年もよろしくお願いいたします。新年の初めなのでこうやってね着物で挨拶してみました。本当によろしくお願いいたします。それではまた。